東京地下鉄、東京地下鉄、株式会社、東京地下鉄は、東京特部及びその付近、埼玉県と千葉県の一部で、地下鉄を経営する、鉄道事業者である。愛称は、東京メトロ。東京の地下鉄路線のうち、銀座線などの旧路線を運営している。1941年、昭和16年に設立された、特殊法人、A 団である、 低都高速度交通営団、交通営団を国の行政改革の一環として民営化するにあたり、同営団の事業を承継する法人として、2004年、平成16年4月1日に東京地下鉄株式会社法に基づいて設立された特殊会社である、旧路線11系統、総計1 9 5 1トル営業キロの地下鉄路線を運営するほか、 関連事業を営む。設立の経緯もあり、設立時に発行された株式は、英団時代の出資者がそのまま引き継いでおり、現在の株主は、旧国鉄の出資金を承継した、日本国政府、名義上は財務大臣と東京都となっている。2009年、平成21年度までに株式を上場することを目標としていたが、 2009年に2010年、平成22年度以降へ延期されており、現在は公式サイト上で、できる限り早期の株式上場を目指しますと、上場目標時期を明言していない状態となっている。このように完全に公的資本会社であるが、民営化前の英団時代から、日本民営鉄道協会に加盟しており、民営化後は16社目の大手私鉄とみなされている。また、 海外事業として、ベトナムで地下鉄コンサルティングの現地法人を設立している。東京メトログループ理念は、東京を走らせる力。2015年、平成27年4月からのキャッチコピーは、ファインドマイ東京、メトロで見つかる、私の東京、である。2016年、平成28年4月から8代目のイメージキャラクターとして、 女優の石原さとみを起用している歴代のキャッチコピーとイメージキャラクターはキャッチコピー及びイメージキャラクターの不死を参照。正式名称の東京地下鉄及び愛称の東京メトロはいずれも英断末期に社内、団内で募集したものの中から採用された。メトロという言葉はイギリスやアメリカ合衆国を除く世界各地で地下鉄の意味として用いられているが、 これは1863年にイギリスのロンドンで世界初の地下鉄を開業させたメトロポタン鉄道に由来する。東京メトロは東京地下鉄の登録商標となっている第460万9287号、第476万2836号、第515万4559号。このうち、 第460万9287号においては、先に個人により商標登録されていたため、東京地下鉄が、知財裁判を提訴したが、最終的には、東京地下鉄がこの個人に、権利上渡金を支払い、商標を買い取っている。東京地下鉄では、前身の英断時代から地下鉄路線網を、メトロネットワークと予備路線図に記載していたほか、 プリペイドカードのメトロカードや駅売店のメトロ S、メトロス、オリジナルキャラクターで、ありのメトロン、ドメイン名、www.tokyometro.jp、旧ガン時代は www.tokyometro.go.jp など、メトロという語を多用している。また、パスネット対応カードを、 SF メトロカードという名称で発行していた。シンボルマークは A 段時代の S、地下鉄のサブウェイの他にセーフティー、安全、セキュリティー、保安、スピーディー、速さ、サービスの S の意味を含むを図案化したもからメトロ、メトロの M を図案化したハート M を採用している。これはアテネオリンピックのシンボルマーク開発も手掛けた。 英国のデザイン会社ウルフオーリンズ社に依頼したモノデル。コーポレートカラーはシンボルマークの背景色でもあるブライトブルー。東京メトロの背景色はダークブルーとし、ブライトブルーを常にメインとしながらも、両、色を並べて表示する。シンボルマークと相性を知ってもらうために基本的に2つのボックスと2つの色を常に並べて表示し、 これを、コミュニケーションマークと制定した。銀座線と丸の内線は、標準機、機関 1435mm、第3機乗方式、直流 600V、それ以外の路線は、他車線との相互乗り入れを行う必要性などから、狂気、機関線6 7 m m 空電車線方式、直流 1500V による、電気鉄道となっている。 また、車両の大きさも銀座線が小型車16メートル級、丸の内線と日比谷線の一部車両が中型車18メートル級、その他の線区が大型車20メートル級と建設時期や乗り入れ先事業者の要望から線区ごとに異なっている。なお、東京地下鉄では起点から終点に向かう下り線を、A 線、終点から起点に向かう上り線を、 B 線と呼んでいる。駅では、ホームの番号が若い方を A 線としている、綾瀬駅、中野坂上駅及び、半門線各駅を除く、自社管理駅に限る。また、列車番号では上下で、奇数偶数の区別をしていないため、直通のない銀座、丸の内線を除いて、AXXS、BXXK はその列車の始発、GXX は運用番号。 末尾のアルファベットは車両の所属元の符号のように頭に AB がつく。2004年、平成16年の発足時に導入された駅番号、駅ナンバリングは基本的に西、南から東、北方面に向かって振られており、路線によっては起点ではなく終点側の駅が01である場合ある。状況では左側の駅が起点である。なお、 各線の記事の駅一覧では、駅番号順で記載している。今後の新線開業については、当初の営団の目標である、地下鉄号の整備に目途が立ち、民営化を目指すために、東京地下鉄が設立されたという経緯を勘案し、副都新線以降は行わない方針である。ただし、2017年、平成29年に就任した第三社長の山村昭は、 今後、新線建設に対する協力を求められる場合には、東京地下鉄の都市鉄道ネットワークの一部を構成する事業者としての立場から、当社の経営に悪影響を及ぼさない範囲内において行うという方針であるとも語っており、新線建設の再開を示唆している。現在、東京都での地下鉄の新線構想は、白金高輪駅品川駅間の都心部、 品川地下鉄構想があるが、これは計画までには至っていない。1982年、昭和57年1月に免許申請を行った8号線、豊洲駅亀有駅間 14.7km に、ついては、半蔵門線、水天宮前駅押上駅間の開業や、輸送需要予測の減少等、免許申請時とは、 事業環境が異なってきたことから、東京地下鉄としては、整備主体となることは極めて困難と表明している。ただし、2020年東京オリンピックに向けた、インフラ整備を推進する道や、交通政策審議会が建設に、前向きなことなどから、再産性と経済効果の期待が高いとよすすみよに、関しては、上下分離方式での実現を目指す計画がある。 2018年、平成30年12月現在、東京都に23位ある特別区のうち、東京メトロの路線もしくは、駅、他社管理駅含むが存在しない区は、大田区、世田谷区、葛飾区である。ただし、これら3区にも他社線への乗り入れの形で、東京メトロの車両が乗り入れている。東京地下鉄では、銀座線。 丸の内線を除く7路線で、他車線との相互直通運転を行っている。ここではその概要のみ示す。詳細は、各路線の記事を参照のこと。東京地下鉄の所有車両は、東武鉄道、日比谷線、有楽町線、半蔵門線、福都新線、東京急行電鉄、半蔵門線、南北線、福都新線、横浜高速鉄道、福都新線、 東日本旅客鉄道、JR 東日本、東西線、千代田線、小田急電鉄、千代田線、西武鉄道、有楽町線、福都新線、東洋高速鉄道、東西線、埼玉高速鉄道、南北線と、相互乗り入れを行ってを、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県までの広範囲で運転されている。ただし、茨城県内の乗り入れ駅は、 取り出駅のみであり、乗り入れ時間帯も、通勤時間帯に限定される。以下の、内の駅名は、通常のダイヤにおける、最長直通運転区間、臨時列車、有料特急列車を除くで、一部時間帯のみしか、直通運転を行わない区間もある。内の英字は、当該者所属車両に割り当てられる、運用番号の末尾の記号、列車記号で、この英字によって、 所属を区別する。なお、東京地下鉄の所有車両の識別符号はメトロを示す M ではなく、A 段時代から引き続き S が使われている。おおむね、各鉄道会社の所属車両の表示は、東部と東洋高速が T、東急、横浜高速、JR 東日本は K、小田急は E、西部と埼玉高速は M である。路線カラー、ラインカラーを 初めて導入したのは、英団時代の1970年7月。当時開業していた、銀座線、丸の内線、日比谷線、東西線、千代田線の5路線と、都営の浅草線、三田線の2路線を走る車両の色などを基準に、英団地下鉄、現、東京メトロと東京都で路線カラーを決めた。また、この時点で計画中だった、有楽町線と、半蔵門線、 南北線、都営新宿線についても、この5路線と同時に、路線カラーを決定した。副都心線は1985年に追加で決めた。各路線のカラーの由来は、以下の通り、色の名称は、当時の説明で使われていた名称で記載。東京の地下鉄の歴史は、1927年、昭和2年東京地下鉄道株式会社が、早川特事により、 浅草駅上野駅間、現在の銀座線の一部を開業したことによって始まった。その後、新橋駅までの延伸と1938年、昭和13年に部分開業した東京高速鉄道の新橋駅、渋谷駅間との1939年、昭和14年の相互直通運転開始を経て、戦時下の政府による交通事業の統制。 陸上交通事業調整法によって、東京市内の乗り合いバスと軌道は、東京市へ、地下鉄両社は1941年、昭和16年9月1日に新たに設立された、帝都高速度交通営団に来、継がれた。営団とは、戦争、日中戦争遂行のための統制管理目的の、組織である。帝都高速度交通営団は、住宅営団。 食料営団などと共にその営団の一つであり、その運営は、帝都高速度交通営団法に規定されている。終戦後、GHQ の指令によって、他のほとんどの営団は解体されたが、帝都高速度交通営団は、その運営が戦争目的ではないと認められ存続された。このため、新戦建設の資金調達に関しては、財政投融資が活用され、 公団に近い形で運営が行われてきた。また、公共企業体ながら、日本民営鉄道協会、民鉄協に加盟した。戦後は、日本国有鉄道、国鉄分割民営会構は、日本国有鉄道生産事業団、後に、日本政府と東京都が出資する特殊法人という、位置づけにあったが、1986年、昭和61年6月10日の、 臨時行政改革新審議会の答申で、英団地下鉄民営化の基本方針が打ち出された。その後も1995年、平成7年2月24日と2001年、平成13年12月19日の閣議決定を経て、2002年、平成14年12月18日に、東京地下鉄株式会社法が交付され、2004年、平成16年4月1日に、 東京地下鉄、株式会社となった。株式会社化後も、引き続き出資比率は、政府53.4%と東京都46.6%となっており、2008年、平成20年6月14日の副都新選、開業後に株式を上場して、完全民営化を目指すとしている。1995年、平成7年3月20日、オウム心理教による、 無差別テロ事件である地下鉄、サリン事件が発生した。当日は、永岩地下鉄全線で一時運休、中でもサリンを散布された、日部屋線は終日運休した。霞ヶ関駅などの事件現場となった駅は、3から6日間営業を中止した。東京地下鉄発足後は、表参道駅を皮切りに、商業施設、エチカを展開するなど、新しい動きが見られるほか、 主要駅にサービスマネージャーを配し、様々な質問に対応している。社内の自動放送も変更され、新たに英語による案内放送が開始された。さらに、新しい案内サインシステムの導入を進めている。詳細は、サインシステムの不死を参照。また、フリーペーパーにも力を入れており、外部の編集、発行文を含めて、 自社系列の定期観光フリーペーパーを鳴らし、発行して各駅の専用ラックにて配布しているほか、筆頭は広報紙、メトロニュー。民営化に伴うリニューアルで東京メトロニュース。メトロニュース当時は、現業部門の裏話なども掲載していた2006年秋からは、専用ラックをリニューアルさせると同時に、 他社にも門戸を開放して全部で6社18支の配布を行っている。そして発足当時よりテレビのミニ番組東京 B よりを日本テレビで放送するなど沿線以外からも旅客誘致に努めている。以下の車両は2004年の東京地下鉄発足後に運用されたまたは導入される予定のものである。 英団地下鉄時代に運用を終了した過去の車両については、帝都高速度交通英団の項を参照。以下は、英団時代も含む、東京メトロ発足後の新系列車両の製造メーカーについては競争入札となっており、入札結果により落札したメーカーが製造を担当している。当初は、日立製作所のみだったが、南北専用9000系5字車を、 日本車両製造で製造して、以降は、川崎重工業、日立製作所2社の共同受注、製造となった、千代田専用1 6 0 0 0系を除いて、系列ごとに、特定の車両メーカー1社に一括発注する、傾向にある。大人普通旅客運賃、小児半額、IC カードの場合は1円未満の波数切り捨て、切符利用の場合は10円未満の波数切り上げ、 東京地下鉄旅客営業規定第51条、東京地下鉄 IC カード乗車券取扱規,規則第6条、2014年4月1日改定、有効期間内の24時間に限り、東京地下鉄線全線が乗り降り自由な時期式の、東京メトロ24時間券、大人600円、小児3 0 0円がある。当日券と売券の種類があり、当日券は、 自動券売機と定期券売り場で全売券は発売日から6ヶ月間以内の使用開始時刻から24時間のみ有効で定期券売り場のみで販売されている。なお、自動券売機で販売する24時間券、発売当日の利用開始から24時間限り有効はパスもスイカでも購入可能で他社が管理する駅、東西線中野駅、西船橋駅、 日比谷線北千住駅、中目黒駅、千代田線代々木上原駅、半蔵門線、福都新線渋谷駅、和光市駅、南北線目黒駅も含めた、東京地下鉄線全駅で購入できる。2015年2月10日、発売分から、従来の大人710円、小人360円から値下げされた。なお、二千十六年三月十五日までは、発売額が同額で、 東京地下鉄1日乗車券が販売されており、使用当日のみ有効だった。2017年4月1日より、新たに手持ちのパスもに情報を記録する方式の東京メトロパスも1日乗車券、大人600円、小に3 0 0円も発売されたが、こちらは前日の実機券タイプの東京メトロ24時間券、24時間有効とは異なり、9。 東京地下鉄1日乗車券同様、始発から終電までの当日限り有効である。このほか、都営地下鉄と組み合わせた、東京メトロ、都営地下鉄、共通1日乗車券、時期見式とパスも記録式があるや、23区内の、都営交通、都営地下鉄、都営バス、多摩地域を含む、都電荒線、日暮里、トネルライナーや JR 線と組み合わせた、 東京フリーキップ、各施設などと組み合わせた1日乗車券も販売されている。また、東京への訪問者や学生の修学旅行のために1から3日間有効、2016年3月26日より24から72時間有効に改定のオープンチケット、東京サブウェイチケットも販売されている。なお、オープンチケットは関東1と6県及び 山梨県を除く全国の旅行代理店で、東京方面向けの旅行商品、JR 乗車券等を含むと、セット販売となる。映画地下鉄から民営化されて以降、東京メトロパスとして、自社の追日乗車券と私鉄など、各交通機関と組み合わせた、多数の企画乗車券が発売されている。また、民営介護、映画や、 美術館などのイベントなどの図柄を印刷した1日、乗車券が枚数限定で発行されている2006年春のドラえもん、同年夏のディズニー、同年冬のさようなら東西線5000系、2012年5月の東京スカイツリーグランドオープンなど、SF メトロカードの記念図柄カードは2007年2月をもって新規発売を終了した。2007年秋の 第24回全国都市緑化船、バシフェアおとの国の花フェスタイン船橋に合わせて、東洋高速鉄道とのセット1日乗車券を発売するほか、クルット、パストのセット1日乗車券も同時期から発売された。さらに100以上の都内のスポットに1日乗車券を提示するだけでは引などを受けられる、地下特サービスも利用することも可能でる。回数券は、 同一運賃体に有効という方式、県面には運賃のみが記載されており、入場時に入場駅名が印字される。乗り越しの場合は差額のみ生産するを採用している。利用可能な時間帯、曜日が異なる3種類があり、普通回数券、11枚綴り、時差回数券、12枚綴り、平日10時から16時の入場か生産及び、土曜、休日の、 全時間帯に有効、度休日回数券、14枚綴りである。いずれも、普通片道運賃の10倍で販売され発売日から、3ヶ月間有効、自動券売機で現金化、パスもスイカで購入できる。なお、綾瀬北、千住間の相互発着については、両駅でのみ、北千住駅は、千代田線のみ、当該区間の140円回数券、普通回数券、時差回数券、 と休日回数券を発売している。千代田線内を運行する小田急ロマンスカーによる特急列車に適用。ただし、船内総合館の発売はされない。有楽町線内と副都心線内を運行する S トレーンに適用。ただし、船内総合館の発売はされない。発足時より新しい案内サインシステムの導入を進めている。 東京都渋谷区のデザイン会社 REI がデザインを手掛けたもので、旧営団地下鉄のサインシステムが検討された1975年時から利用者の高齢化、国際都市化、鉄道の複雑化が進展したことを受け、全般的にユニバーサルデザインを取り入れつつもサインの数を増やさず、かつ大型化もせずに、表示の重点整備や簡略化を進め、事態もぼやけた状態でも、 孤独の少ない所帯を選定している。発足時は大手町駅と銀座駅に試験的に設置され、2005年10月から本格導入を開始、2006年3月までに乗り換え駅を中心に83駅に、残る駅も福都新線接続予定駅と他社管轄駅を除き2007年3月末までに導入された。半蔵門線渋谷駅、2008年6月に開業した。 福都新線も、は、2007年12月2日の東急への業務移管に、伴い、東急様式のサインシステムが設置された。有楽町線の地下鉄成増駅池袋駅間の各駅と新宿三丁目駅、明治神宮前駅は、2008年6月14日の福都新線開業に合わせてさらに新しい案内、サインシステムが設置された。トピー工業が納入した。 LED 誘導サインが用いられており、薄型化と省電力を実現している。ただし、副都心線開業後も、駅名標や改装工事中のエリアには、更新されずに残っているサイン類があったが、2010年3月6日に、明治神宮前駅が、明治神宮前、原宿駅と案内を改めるのに伴い、駅名標は更新されている。自駅案内は、当初は、 原則駅発車時のみだったが2014年頃から順次駅到着時も行うようになり同時に駅ナンバリングも案内されるようになったただし自動放送が未更新の車両は到着時の放送を車掌が肉声で行っている英団の頃冷房車が導入され始めた頃は非冷房車でも聞きやすくするため駅到着時のみだったが自動放送導入車は発車時到着時両方あった 日本語放送は森谷真由美。英語放送はクリステルチアリが担当しているが、2017年から英語放送のみ、亀井さよこに順次変更されている。2006年頃より、駅の看板、車内の案内表示機の英字表記、ラテン文字表記に対して、超音符、マクロンが使われなくなり、以前から存在する超音符がついている、看板類と混在している状態である。 しかし、他社の路線名、駅名などには使われている。エチカ、エチカのような駅併設の駅中小売、飲食店のほか、沿線を中心にオフィスビル、ホテル、住宅、ゴルフ練習場、レンタル収納スペースを展開している。オフィスビルは、メトロシティ、マンションタイプの集合住宅は、メトロステージのブランド名がある。優化証券報告書によれば、 労働組合の状況は以下の通り、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。